こよみよこよみ。どうもです、つくもやよ。ほなまあざっくり今日のこよみ言うていこか。彼岸、祖先の御霊を供養する期間やね。暑さ寒さも彼岸まで言うて言われとってな。これを過ぎたら気候が温和になっていく言うて言われとるよ。一粒万倍日ついとるな。一粒の種が魚さんに増える。えもんばかり増えたらやけど悪いもん増える可能性あるさかい気ぃつけて。六曜は大安、大いに安し万事安らかにことが運ぶ。今日の絵とはかのとう。かのとが影の金で、うさぎが影の木やさかいに、音陽五行の流れは金属の刃物が木を傷つけるいうことで、相克、物事が順調にいかへんいうけよ。まあこんな感じやけんども、ざっくり暦の注釈見てどう過ごすかはあんたさん次第や。ゆるゆるとえひになるとええね。ほなまたね。